福祉部介護保険課藤沢と申します。ヤングケアラーについてお話しさせていただきます。近年、家族の介護や世話などの責任を負う子どもたち、いわゆるヤングケアラーへの支援が求められています。そこで今回、事業所の皆様にヤングケアラーについて理解していただくことで支援につながればと思い、簡単ではありますがお話しさせていただきます。ヤングケアラーとは、家族に病気や障害のためケアを要する人がいる場合に、ケアの責任を引き受けて家事や家族の世話、感情面のサポートなどを行う子どもをヤングケアラーと呼びます。近年、これまで見過ごされがちだった大人が似合うようなケア責任を引き受け、家族のケアや心身両面のサポートを行うヤングケアラーへの支援が求められています。ヤングケアラーは通常は大人が負うと想定されているようなケア責任を引き受けています。子どもが行うケアの内容は、家族の病気や障害の種類や程度、ケアが必要とされる頻度、家族構成によって異なりますが、家事や着替え、移動の介助、情緒面のサポートなど多岐にわたります。ヤングケアラーの子どもは、ケアをすることを通じて自分が役に立っていると感じたり、家族との結びつきが強まったと感じたりすることもあります。実際にケア役割を担っていることに対し、大人からの承認と評価が与えられることは大切です。このことによりヤングケアラーが自信を得ることもあります。しかし反面、家族のケアとその他の生活の両立が難しくなり、家族の問題を一人で抱え込み、心身の疲労が蓄積しても周りに支援を求めづらくなります。子どもがケアを担い始めた時の年齢が低く、ケアが長期にわたる時、そしてそのケア責任がその子の年齢や成長の度合いに不釣り合いなものである時には、子どもは自分の心身の発達や人間関係、勉強、進路などにも影響を受けることがあります。ヤングケアラーへの支援として、ケアが子どもにとって過度な負担となっている時には、子ども自身のニーズや生活状況、要望の確認や、その子のケア負担を軽くできるよう、さまざまなサービスにつなげることが必要になります。周りの人がヤングケアラーという概念を知り、こういう子どもたちがいることを理解することが重要です。学校の先生や地域の民生委員、さらに介護サービス事業者の皆様には、ヤングケアラーに気がつく役割が期待されています。皆様には、まずはヤングケアラーが少なからずいて、今現在も大変な思いをしている子どもたちがいることを十分理解され、そして今後家庭訪問等の中でヤングケアラー等の存在を把握した場合には、岐阜市福祉部、岐阜市子ども若者総合支援センター、岐阜市教育委員会等の関係機関にできるだけ速やかにご連絡いただくようお願いいたします。以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。